今日は福井県に来ております、ね、小浜市の阿納地区という場所なんですが、大阪市内から車でおよそ2時間半なので、福井県の中でも関西から大阪から比較的来やすい位置と言えるのではないでしょうか。今見えているのは若狭湾ですね。私海の前に来ています。この阿納地区にはですね、18軒の住宅が立ち並んでいるんですが、うち14軒はですね宿を経営してらっしゃるんですね。そして皆さん基本的にはフグを提供していらっしゃいます。およそ40年前からフグの養殖に力を入れている町なんですね、はい、ということで今日はリーズナブルにフグ料理が楽しめるお宿というのを皆さんにご紹介してまいります。こちらで養殖されているフグ、若狭フグと言われていて、通年提供しているお宿もあるんですが、やっぱりここから海水温がどんどん下がってくるので身が締まり旨味も増してくる、そんな若狭フグが楽しめるお宿なんですよね。で今日はリーズナブルなフグが食べられるお宿の1泊2食付きのコースなんですけれども、番組特典も用意していただきました。さてもう真っ暗で見えませんね。さっきねドローン映像で映ってたと思うんですが、実はこの後ろにはいけすがいくつも設置されてあります。今朝そのいけすの様子というのも見せていただいたので映像をご覧ください。おはようございます。今日お世話になるお宿の経営者でもある下條さんです。漁師でもいらっしゃるんですが、下條さんはですねこの阿納地区で28基ものいけすを管理してらっしゃって、阿納地区の中では一番多い。一つのいけすの中には500匹のこの立派な若狭フグが泳いでいるんですね。丸々と太った若狭フグで28匹ですので2万匹下條さんが管理をしていらっしゃいます。すごい、本当にね丸々と、まあ、これやっぱり水揚げするとこうやって膨らんじゃうんですけれども、この若狭フグだいたい1年半から2年半、はい、イケスの中で丁寧に丁寧に育てられ、その後出荷されたり、うん、下條さんが経営するお宿で出されたりということなんですね。この若狭フグがどんなお料理になって出てくるのか皆さん楽しみにしておいてくださいね。さて我々お宿が立ち並ぶエリアに移動してきました。本当に海からもすぐ近く、漁村の中に広がる、まあ、宿場町というような雰囲気なんですけれども、もうねこの辺り歩いていると今夕食の時間帯なので、うん、なんか多分唐揚げかな、いい香りしてるを揚げてる香りとか、どこからかこうお出汁の香りが漂ってきて、ね、もうお腹がペコペコになってくるんですが、今日お世話になるのは先ほどいけすを見せてくださった下條さんが運営する若狭フグの宿下條というお宿です。こちら1泊2食付きフグが夕食にたっぷり出てくるんですが、1人1万5950円という、ちょっとお宿の全体像も見ていただきましょうか。こちらですね、数年前にリノベーションされたということなんですが、50年前に建てられた本館とあと離れもあります。はい、本当にザ民宿という雰囲気なんですけれどもね。じゃあ入っていきましょうか。お邪魔いたします。はい、ご主人の下條さんです。よろしくお願いします。朝はありがとうございました。ありがとうございました。本当にこちらのお宿大人気なんですけれども、全7室ですね今。今日はどうですか予約は。今日は7部屋中6部屋入っております。6部屋入ってる、はい、皆さんやっぱりフグを求めて全国から来られるということで、満室のシーズンというか満室の日も多くなってきているそうです。下條さんこの後お料理の準備をしていただきますので一旦お別れです。後ほどよろしくお願いします。お願いします。はい、では早速お宿の中入っていきましょうか。あの結構ね本当に大人気なので誰とは言えないんですけれども、いいね、この辺り有名な方々著名人のサインもいっぱい飾ってあるんですよ。サインもいっぱいある、すごい、はい、皆さんフグを求めて来られています。では2階に上がってくるといくつか部屋があるんですが、まずは一番リーズナブルなお部屋をご紹介します。それがこの奥にある部屋です。こちらですね、8畳の畳のお部屋、畳の香りが漂う日本の宿、最大で5人泊まることができます。はい、あのこちらお宿自体は数年前にリノベーションしていて、随分と雰囲気が変わった部屋というのもあるんですね。今私がいる場所が一番リーズナブルな部屋。他のお部屋もご覧いただきましょうか。映像がございます。和洋室タイプのお部屋があるんですけれども、まあ、デザイナー和洋室12畳のお部屋ですね。畳にベッドを置いているタイプのお部屋、
こちらは最大3人まで宿泊ができます。1人1万9250円ということで、このタイプのお部屋が下條さんのお宿の中では一番ハイクラスなお部屋ですね。そしてお風呂は1階にあるんですが、壁に、はい、壁にフグの映像、かわいいですね。そう、この絵がとっても可愛らしくて、ついついこれを見るとね、こんなことしたくなりますよね。さあ、それではということなんですが、気になるお料理を見ていきましょうか。お料理はですね、食事会場で朝晩いただくことになるんですが、こちらが食事会場の一つです。中に入ってきてね、すごく木の香りが漂ってるんですけれども、木のぬくもり、木の香り、この宿の歴史も感じながら、しかし設備自体は新しくなっているというところがとても嬉しいなと思います。では皆さん、気になるフグのコース見ていただきましょう。こちらでございます。いろんなフグが並んでおります。エビ、そうです、チリテッサに皮の湯引き、酢の物、唐揚げの5種類。フグじゃない魚がいる。おお、ほんまやね、お魚いろいろ。テッサもありますよ。綺麗ですね、このテッサ、透き通ってます。はい、そして船盛りはタイです。タイの船盛りもついてます。へえ、これだけついてお一人一泊二食15,950円。イカもエビもあるんです。本当にね、たくさんついてる。そうなんです。で、一番お高い部屋だと19,250円なんですが、一つ面白いのが、こちらのお宿はシーズンごとに価格が変わらないんです。ずっとこの値段、19,950円のお宿か、一番高いところだと19,250円で、なんでかと下條さんに聞くと、いろいろ価格が変動するのはちょっと覚えるのが大変で面倒くさいのと、ご家族経営でやってるのでこれだけで十分ですということをおっしゃっていて、お客さんとしてはとても嬉しい価格設定ですよね。ズバッといきますよ。2枚ぐらいいっちゃう。ズバッといく。ちょっと豪快に。うわうわ、ブリブリやな。ポン酢と、ね、もみじおろしにつけまして、透き通ったテッサ、いただきます。贅沢やで。もう何、いいな。もう食感もさることながら、身がとても引き締まっています。で、噛めば噛むほど出てくるこの旨味、甘味っていうのが最高ですよ。やっぱり若さフグというのはなかなか他の地域では食べることも難しいので、ここだからこそのブランドフグということも言えるかもしれません。いただきますよ。いいなぁ。うわうわうわ、うまそう。サングラス忘れたくせに。テッサとはまた全然違う、この昆布だしに使っているので、また新たな旨味というのがこのフグの身からも出ていますね。もうこれはね、キンキンに冷えた瓶ビール、そこから日本酒と行きたいところでございますけれども、本当に何もかも美味しいです。さあ、ここに番組特典を提供していただける。番組特典何なんでしょう、お願いします。こちらです。はい、これはでかいで。こちらは一人一切れ、1100円相当の焼きフグになります。ありがとうございます。1100円相当の、これはでかいよ。焼きフグが一人一つつきます。なかなかこれ大きいですよね。このコースにさらにつきます。そしてなんともう一つ、下條さんがぜひともおすすめしたい魚があるんですよね。何でしょう。そうですね、若さマハタと言いまして、はい、養殖してるんですが、この魚もとっても美味しいんです。はい、見せていただきましょうか。若さマハタというお魚、これ船盛りに今していただいてるんですが、これ若さマハタというのは高級魚なんですね。高級魚で、基本的には天然のものというのはなかなか出回らず、下條さんはこの若さマハタの養殖もしていて、数年前から福井県はこの若さマハタの養殖に力を入れています。価格でいうとタイの船盛りの 1.5 倍ぐらいします。今回番組特典としてタイの船盛りをこの若さマハタの船盛りに変えていただけるという番組特典も下條さんが提案してくださいました。ありがとうございます。ということで、四ちゃんテレビを見たと予約の際に言っていただけると、焼きフグ1人1つ、さらにタイを高級魚のマハタに変えていただけるということです。1月31日まで電話予約した方の特典です。満室の日もありますのでお気をつけくださいね。はい、そしてこちら下條さんなんですが、宅配セットも行っています。 2,3 人前のセット、テッサとか湯引きとかいろいろ入っています。で、こちら 13,500 円のセット、宅配もしていますし、お鍋をしっかり食べたいという方は骨付き身のセットもございます。
お宿のホームページチェックしてください。若狭ふぐの宿下城、またはヨンチャンテレビのホームページもご覧ください、うん、ということで中継でお送りしました。下城さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。